どうも、マーケティングチャンネル、おきです。こしです。では今回のテーマをお願いします。今回のテーマはブラックマーケティング。ブラックマーケティング、マーケティングの話をさせていただきたいんですけど、世の中に溢れているいわゆるきっかけのマーケティングであったり、詐欺師が使うマーケティングとか、まあ、悪用しようと思えばできるし、普通にマーケティングの戦略としても成り立つしみたいな話を3つほどご紹介したいなと。ということで1つ目、プレゼントマーケティング。プレゼントマーケティング、結構よくあるマーケティングで、どういうことかっていうと、警戒心を下げる。例えば僕と誰かがいた時に、その誰かの警戒心を僕は下げたい、下げた方がお金って落ちる。この時にどういうマーケティング手法が行われるかっていうと、プレゼントマーケティングの方法が行われたりする。これ具体的に言うと、例えばゲームとかでよくあって、ゲームでインストールを今するとガチャが無料でついてくる。めちゃめちゃ見ます。要は最初に向こうから必ずプレゼントされる。プレゼントをされると人間の脳超簡単で、この人って意外といいやつかもとか思っちゃったりする。ということは警戒心が下がってるから、その分財布の紐って緩む。スーパーとかで1個買ったらもう1個無料になるよ。こういうのもプレゼントマーケティング。基本的にはあなたが行動してくれるなら私たちもこれを返しますよっていうのが世の中にはびこるマーケティングの一種。こうやってマーケティングの戦略としても全然いいし、感情マーケティング的にもちゃんと感情を把握してるから全然いい。こういうのがどういう時に悪用されるのか、これ詐欺とかの時に悪用される。基本的に皆さん覚えておいてほしいのが、詐欺師っていうのは天才的な感情マーケター。心理学とかをめちゃめちゃちゃんと勉強してて、どうやったらこの人からお金をもらえるかっていうことをめちゃめちゃ考えてる。じゃあこのプレゼントマーケティングっていうのも当然こういう人たちって分かってる。この人たちってどういうことをするかっていうと、例えば投資話にこうやって多い。僕が投資詐欺師だとしよう。大木くんが10万円僕に払ってくれたら、もうこれ投資で2倍になります。一緒話ありますって思うじゃない。一回だけやってみませんみたいな。その時にじゃあそれもう1000円でいいっすよ。1000円なの。それで僕に1000円預ける。その時にそれを5倍ぐらいにして返す。これが最初のプレゼント。その時に多分マジで返ってきたって思いません？思います。この5000円の浮いた4000円をもう一回投資してみませんみたいな。そしたら別にトントンじゃないですかって言われるわけで、4000円を投資するわけ。その時に僕は5倍にして返す。そうするとどん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 金額が上がってくる。その結果警戒心ってどん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 下がって、財布の紐は気づけば緩くなってくる。で5回目ぐらいの一番大きい投資も、今回は20万ぐらいいこうかっていう時に詐欺師ってのは飛ぶ。今って1回目から飛ぶ詐欺師ってほぼいない。必ず2、3回はプレゼントする。僕は別に怪しいことをしてません。あなたにとって得のある人間ですよっていうのをプレゼントすることによって、相手の警戒心をゼロに近づけたい。最後の最後で一番大きなお金が出てくるタイミングを見計らって飛びたい。そこまではずっとこのプレゼントマーケティングをやり続ける。こういうのが悪用されるパターン。逆に例えばウェブとかでプレゼントマーケティングを使った成功事例とかあったりするんですか？それは基本的にもゲームアプリ、あんなのはもうプレゼントマーケティングの最高峰。インストールしてくれたら無料でガチャ回せますよっていう。でも今プレイしてる人たちからしたらそのガチャって有料。最初に有料のものをあなたにあげますよっていうので、このアプリをインストールさせて、そこにまたいろんなマーケティングを組んでもう一回課金させる方法に行く。そういうのがウェブとかではよくあります。ちなみにコロコロコミックについてくる付録とかも含まれるんですか？そうです、含まれます。そういうのも基本はこっちから全部プレゼントします。その代わりこれは買ってくださいねみたいなのをやってます。結構このプレゼントマーケティングって世の中にめちゃめちゃはびこっていて、すごいその視点を持ってやっていくと、本当にこれって自分にとって価値があるのみたいなのを考えれるようになる。このブラックマーケティングっていうのは知ることで騙されにくくもなるし、自分からもちゃんといい戦略を考えれるっていうところがすごいいいですよねっていう感じが、まあ一つ目のこのプレゼントマーケティング。ということで2つ目、不規則マーケティング。また知らない言葉が出てきた。不規則マーケティングっていうのは何なのか。これはね、依存マーケティング。世の中にはびこるサービスとかものっていうのは必ずあなたを依存させたい。どうやったらあなたを依存できるかっていうのをめちゃめちゃ考えられて作られてる。ここの依存に共通することは何かっていうと、規則性。一番分かりやすいのが SNS。 SNS っていうのはほとんどの人が依存してる。依存させた結果広告収益だったりとかでめちゃめちゃ儲かる。なんで依存するのかっていうと、例えばインスタとかツイッターとかで自分が投稿する、この投稿のリアクションっていうのが不規則だから、この投稿で1いいね来る日もあれば、100いいね来る日もあれば、めちゃめちゃバズる日もある。ここの不規則性がめちゃめちゃ依存しやすい。友達とかの投稿いつ更新されるんだろうっていうパターンもあります、ね。だから自分が予想できないから依存しちゃう。例えばこれがね、ツイッターだろうがインスタグラムだろうが、いいねという機能もないし拡散っていう方法もないとなった時に、果たしてそれに人は依存するのかっていうと多分依存しない。なんだけど自分が投稿した時にリアクション気になるじゃん。その時めちゃめちゃリアクションされたとするじゃん、気持ちいいってなるじゃん。そういうのって自分が予想していない超気持ちいいことだからめちゃめちゃ依存してしまう。これが規則的に必ず5いいねつきますってなると、これってもう規則正しくなるんで依存しにくい。でも例えばこの5いいねですら必ず違う5人にいいねされますとかであれば、この5人が不規則になるってなると、今日ってどの人がいいねしてくれたんだろう気になって依存してくる。世の中の今皆さんとかがハマっているサービスって基本的に依存させに来るために不規則な動きをする。じゃあさっきちょっと
出たゲームのアプリでなぜ課金してしまうのかっていうと、ガチャが出るか出ないかが不規則だから依存してしまってお金を払ってしまう。依存したら正常な判断が鈍るから、どん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 こう課金したくなっちゃう。それはなんでかっていうと、ガチャっていうものが10連になったら10連の中の中身が不規則だから、必ず1回これ当たりますよとかだと1回で多分みんな終わる。なんだけど10回やっても出てこないかもしれない、1回やっても出てくるかもしれないし、みたいな不規則性がガチャにつながる。だからゲームアプリとかだとプレゼントマーケティングをされて、最初に10連ガチャ回せましたよってなった時に、ここでめちゃめちゃいいキャラとかを引き当てたとする、自分の予想外のことだからマジかよっていう不規則性が生まれる。不規則性が生まれてコインがなくなりましたってなった時に、また新キャラクターが出てきました。この時のことを必ず思い出してもう一回ガチャに行く。その時に当たんなかったりする、当たんない時にもう一回ラストやってみようっていう時に当たったりする。こういうのが不規則だから依存してしまう。めちゃめちゃうまく今のウェブサービスって作られてるから、実はみんなが知らないだけで今自分がやってることっていうのは依存させられてるっていうことをちゃんと分かっていくと非常にいいよね。ゲームのガチャとかギャンブル依存みたいな感じで思ってました。そういうことがあるんですね。これをいわゆる悪い方向にどうやって使うかっていうと、ギャンブルとか賭博、普通にパチンコとかパチスロっていうのはまあ合法ラインであれば別にこれは問題ない。でもなんか闇カジノとか闇賭博とかっていうのがなぜ反映するのかっていうと、この不規則性を裏で作れるか。要はじゃあ例えば大木くんが初めてギャンブルしまって、僕が裏の人間だったとしよう。すごい悪いやつだとする。ハマらせたいわけです、依存させたい。じゃあ僕はどういう行動を取るかっていうと、不規則な行動を取る。例えばパチンコやりました、その時にまずは1回目のプレゼントマーケティングぶち込む。はい、当たりました、当ててあげると。投資のやつと一緒です。当ててあげた後に当たんなくさせる。当たんないなってなるとお金もう一回やりますよね。その時当たんないなって、もうやめたいなって思う、もうやめたいなのギリギリの時に僕はもう一回当てさせに行く。そうすると予想外の不規則な動きになる。もう一回当たるんじゃないかっていう想像が出てくる。その想像をさせれたら僕はもう依存マーケティング成功なんで、こういうことを裏でコントロールされるから、基本的には裏の賭博っていうのはめちゃめちゃ儲かる。これは恋愛でいうところのずっと即レス即ラインしてたのに急に来ない、急に来る、急に来ないみたいなやつですね。まさにその通りで、依存型の恋愛、あれっていうのはどうやって依存させるかっていうと、不規則な行動を取れば必ず依存する。今みたいに今まで即レスだった、急に即レスしない、不安になるわけ。自分の想像外のことが起きてるんで不規則なんですよ。不規則になったタイミングでもう一回即レスが来ると安心する。ここまでの感情を至ると依存してしまう。なんでかっていうと、その全てが不規則という共通点を持ってるから。世の中の不規則っていうのは実はあなたを依存させるために作られた不規則なんだよっていうのを知っておくと騙されないし、いい戦略にもなる。ブラックなマーケティングショー、これ本当ね、世の中にいっぱいあるんで、ぜひちょっとアンテナを張ってみていただいた時に、あ、これって不規則だわっていうのをやると結構面白いかなと思う。自分やられてるわって思った時に、そこから抜け出せない自分が意外といるんで、いやこれはマーケティングされてるって思うと意外と抜け出せたりする。そういう時はこの動画をね思い出していただければな。ということで最後のブラックマーケティングは公開マーケティング。後悔という感情をマーケティングしてるんです。どういう時にするかっていうのを考えると結構イメージしやすい。どういう時にしますか？やろうと思ってたけどできなかった。要は自分にチャンスがあったのにそれをしなかった時に後悔する。できなかった時っていうのは後悔しない。いわゆる期間限定、削除覚悟。なぜ世の中でいろいろと使われているのかっていうと、あなたを後悔をさせたいから。その方が後悔したくないという気持ちが生まれる。そうするとそこから見るであったり購入するっていうハードルが下がる。例えば削除覚悟っていう動画を作るとする。それって削除された時自分だけ見なかったっていうことが後悔になるから。だから一回見ておこうっていう感情になる。後悔したくないから、このチャンスがあったなら一回見ておこうって思わせたい。この期間で自分が買っておけばよかったって思いたくないっていう感情を出させたい。これがよく使われるあまり良くないビジネスっていうのがマルチ商法。今はマルチっていろんな人が知っちゃってるから、ビジネスモデルとか営業方法も割とクリーンにはなってきてるんだけど、それこそ昔ってどういう風に営業していたかっていうと、まさしくこの公開マーケット。多分マルチの営業されたことがあったら分かると思うんだけど、必ずこれをやった方がお金持ちになりますよ、別にこれをやらなくてもいいけどお金持ちで自由な時間が欲しくないならやらなければいいんじゃないみたいなことを言う。一尺なの逆に。なるっていうのがまあ彼らの常套句の営業手段。その時って何をさせたいかっていうと、この提案を蹴った時にあの提案乗っておけばよかったって後悔させたい。その方が結果的に契約してくれる。この後悔っていうマーケティングから別の言葉に言い換えて営業されることは多分ある。公開マーケティングの本質っていうのを知っておくと、まあ、こういった言葉にも騙されなくなる。情報商材とかも当時はそうです。先着とかもそう
そういう感じになってくるんです。月100万稼ぐ方法を5名に教えます。早くこの5名に入りたいなんだけど、いやどうしようと思ってると、もう2名決まりましたみたいなツイートされるわけ。そうするとやべえやべえってなって、後悔したくないっていう気持ちからここに入っちゃう。そうするとお金を取られちゃうっていうのがあるんで、この公開マーケティングっていうのは普通に使われる分にはいい戦略なんだけど、悪い商品とかも無理やり買わせる方法ではある。これはもう世の中にゴロゴロ転がってますね。それがマーケティングの戦略だよっていうのを知っていると、まあ、より本当に自分にとって価値があって、自分が欲しいっていうものをちゃんと買えて、結果的には後悔しないよ。世の中の商品が全部悪いとかでもない、基本的には全部いいわけ。その中で自分にとって価値のある商品っていうのはどれなのかっていうのをちゃんと考えた方がいい。通して思ったことは、ゲームアプリっていうのはすっごい緻密に作られてるんだなって思いました。じゃなきゃあんな儲からない。今言った3つ全部当てはまりますね。全部当てはまるのがやっぱ商売ですよ。だから全部いいマーケティング手法、普通に考えてすごく計算されてるし、すごく頭のいい人たちが作ってる戦略なんだけど、これもナイフと一緒で、果物を切る人もいれば人を傷つける人もいるわけで、このマーケティング手法一つを取っても使い方次第で、ちょっとどこで使えるかを考えてみます。その不規則マーケティングとか恋愛でも使えるし、いろんなところで対人でも使えるマーケティング手法でもある。こういうのを知っておくとすごい便利かなと思っております。ということで、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。マーケティングチャンネルでは仕事仲間より一歩リードできる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。